近所の神社の前に防火水槽のための空き地があるのだが、1週間ほど前から防火水槽の蓋を塞ぐようにアリストが止まっていた。3日前に防火水槽があるから移動願いますと書いた紙がワイパーに挟んであったが、昨日にはその紙もすぐになくまた同じ場所へ駐車していた。今朝犬の散歩でそこを通ったら、神社に生えてる胃腸の銀杏、多肉好きがワイパーの心のダクトにびっしりと埋め込まれていた。思わず心の中でグッドジョブとつぶやいた。車内にはココナッツの香りのする葉っぱの形の芳香剤がぶら下がってたから、持ち主はきっとエンジン始動と同時にココナッツと胃腸の合わさった複雑な香りを味わうことになるのだろう。俺が立ち去る頃にはなぜか俺の愛犬のクソもダクトに塗られていたことも付け加えておく。きっと正義感の強い小人さんが知らないうちにやったんだろう。俺は知らない。秋の旬の香りをぜひとも楽しんでほしいと願ってその場を後にした。夜になってその近所をまた犬の散歩で通ったら、アリストを田んぼの脇に路中して、チキショー、ふざけんなよ。と、泣き交じりの声で叫んでガードレールを蹴ってるドキュンがいた。おや、何かあったのかな？お怖い怖い。この辺りはあまり治安が良くないから夜の散歩は気をつけないとなと思いつつ、思わずにやけ顔でその場を後にしました。みんなはどう思う？よかったらコメント欄で感想を教えて。